どうもスマスモ TV ナビゲーターの角野です。さて今日はですね、高倉台団地にやってきました。そして団地といえばこの人ということで、団地不動産の吉永さん、来ていただいてます。はい、吉永さん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で吉永さんはですね団地マニアって読んでよろしいですかね。はい、はい、ということでちょっと団地の魅力、あとここでの住まい方の魅力なんかを今日ちょっとご紹介していただこうかなと思いますので、はい、ちょっと歩きながら、はい、いろいろ見ていただきたい、見て回りたいと思うんですが、はい、まずここ、いろいろここがたくさん見れるということで、この場所紹介していただきましたけども、そうですね、はい、ここに立つとこの団地がどういう作られ方がしてるかっていうのがよく分かってですね、はい、例えばまあそこに小学校がありますね、はい、小学校ありますね、まあ、小学校に公園があるという敷地です、はいはい、で、校舎の向こうに高層の段々ありますよね、はい、ボンボンボン3つありますね、かっこいいですね、はい、で、視線を左に向けると、はい、今度は5階建ての、うん、いわゆるまあ団地っぽい、いわゆる団地って感じです ね中ぐらいの高さ、綺麗ですねこの団地も、ですね、うん、それでまたぐるーっとこう視線を移していくと、はい、今度はこちらの方は2階建てのテラスハウスというタイプですね。テラスハウスですね、懐かしいですね、うん、まあ、洋風長屋的なですね、はい、というのは建物が2つとか3つとかくっついて、はい、でも中は分かれてるっていう、はいはい、そういう建物ですね、はい、うん、だからなんかそういうこう団地の中でも同じ建物を建てるんじゃなくて、うん、高い低いだったりとかデザイン変えたりして、うん、はい、いろんなものをミックスしているという団地になってますね。じゃあ団地マニアとしては見どころですね結構自然もたくさんありますね。そうですよね、はい、これも緑が多い時期はすごいですよ、はい、ああいいですよ ね、うん、じゃあちょっといろいろ歩きながら、そうですね、紹介していただけたらなと思います。はい、はいはい、じゃあ参りましょう。なんか緑がすっごい良くて、なんかこう全体その公園、大きな公園の中にこう家が あるみたいな、そうですね、そんな感じがしますね。せっかく山の中に作るんだから、うん、ちゃんとこう緑を大事にして生かしながら、うん、建物を建てていってるって感じがしますね。公園の、ね、中にも家があるんやから、もう環境がええの間違いなしですよね。めちゃくちゃ気持ちいいですね。いいですね。結構そのテラスハウスって言ってもいろんな工夫されてますね。そうですね、他でもさっきちらっと見たとまた違うタイプですね、うん、これはあの全部分譲、自分の持ち家になるんですか？そうですよね、うん、ですからたまに建て替えてるとこもあるし、まあ、自分が住みやすいようにリノベーションして住んでる人たちもいますね、はいはい、あ、してますね、リノベーション、してますね、綺麗ですね、ですね、うわー、すごくいいデザイン、なんかレトロだけどなんか新しくて、新しいですね、ね、ああこういう住まい方もできるんですね。できますよね、うん、なるほどね、あのこういうレトロなこういう環境をあえて選んで来る人の割合ってこう増えてきてる感じ、増えてきてる感じはしますよ、うんうんうん、こういうこじんまりたこういう感じもいいです ね、これ2つパターンですね。そうそう、これはポイントハウスっていうタイプ、ポイントハウス、うん、へえ、かわいらしいな。そうこう長い建物だけだと景観的に退屈になるんで、ちんまいさせたりとか、で建てるこう敷地面積が小さくて済むんで、はい、こういうふうにあのくねくね曲がったところって敷地が狭くなるじゃないですか、あ、はいはいはい、端っこだと、はいはい、でそういうところにうまいことこうちょっと広がってるところにポツンポツンとこにちょうどいい、じゃあちょっと街に変化をつける、こうちょっと街づくりのデザインのなんかこだわりみたいな、うん、そうそう、はあ、そういうとこ見るんですね。そうそうさすが団地マニア、うん、だから多分ここ登山道だから結構人が通るから、ちょっとそういう演出をしたんじゃないですかね。あ、この景色めっちゃいいですね。いいですね、なんか山が後ろに見えて高層が2つあって、そうですね、
ニュータウンならではの風景ですね。なんかこうブリッジが、これブリッジですね。そうですね。これで車道を交わしてるんですよね。ああ、なるほど。でここでも歩行者は安全に渡れるんですね。そうですね。ここの眺めもいいですね。うん、こう団地マニア的にはこういう立体交差とか、そうですね、そういうのもポイント高い。そうそう、まあ、かわしてるなーって感じ、ね、かわしてるな、歩車分離やなーって、歩車分離やってますねって感じで、ね、この辺食べ物屋さんとかもあるし、ね、結構いろんな店揃ってますね。そうですね、そうですね。で向こうには銀行もあるし、はい、郵便局もあるし、ほう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 、交番もあるし、あ、交番も、うん、でちょっとそこにはスーパーもありますからね。いろんなもん揃ってるんですね。そうそう、だからもうここ来てしまうと何でも用事が済んでしまうという、すごいいいとこですね。あ、そうですね、ちゃんとあのいろいろ揃うスーパーがありますもんね。ありますよね。お、ここはここは団地の公園ですね、はい、なんかキノコがあります。そうですね、あの、うん、団地の面白いとことして遊具が結構オリジナルのものがこの団地はいっぱいあるんですよね。なんかあの現代芸術みたいな遊具があります。恐竜のようなで一応滑り台があって登れるようになってるんですけどね、はい、これ遊具なんですね、うん、でもどうやって遊ぶんやろうかというか、はいはいはい、なるほどね。こういうなんかあのちょっと個性的な遊具がたくさ ん、ね、そうです。この団地はねここだけじゃなくていろんなところにこういう個性的な遊具がいっぱいありますね。ここはあの神戸市さんが開発した、ニュータウンですね。ですね、うん、神戸市が開発したニュータウンの中でもちょっとだいぶ、初期っていう風に言われてますけど ね、なんかやっぱり結構家の、ね、ベランダとかから子供が遊ぶ様子とか、そうですね、遊んどいでって言ったら、うん、もうあの元でここまで車来ないんで、はい、安心ですよね、うんうん、でご飯ですよって声かけたら聞こえるぐらいって言うんだよね。めちゃくちゃ安心ですね。あ、いい環境です ね、 本当に、うん、いやー面白いですね。団地、うん、の形も面白いし遊具とか面白いですね。あとあの、周りの環境、うん、あの緑が豊かでね、うん、なんか安全で歩けそうで、うん、すごいいい感じやなって思います ね、 あとですね、あのなんかそういう環境もきちっとずっとあの更新してる感じ、うん、あの環境整備が行き届いてるなっていうのを見て分かりますね。ちゃんと木とか芝も買ってますもんね。そうですね、歩道もなんか綺麗になったりとかして ね、こういうあの団地のこちょっとレトロな、うん、あの昔に作られた団地を、うん、あえてこう選んでくるような人って最近増えてるんですかね。増えてますね、うん、やっぱりもう普段の普通の町だともうなくなってるものが、うん、団地の中ではまだ結構残ってる。緑が多いとか、うん、はいはい、子供が安心して遊べる公園があるとか、うん、もう普段の町はだいぶなくなってきてるので、うん、そういう意味でやっぱり団地が、まあ、レトロで可愛いっていうだけではなく、はい、実際住む時に便利だっていうことで気がついて選んでるっていうことは結構増えてきてます。だんだん皆さん気づいてきてるってことですね。であの、実際にあのそういう気持ちであの移住されてきた方の、はい、家を今日、はい、あの特別に見られるということで、はい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 、お聞きしてます、はいはい、じゃ あ、 あの、早速って言いたいところなんですけども、一旦ここで、終わって次回ですね、はい、次回、そちらの方のおじゃ、家にお邪魔したいと思います。ということで今回は団地マニアと、団地ぶらり旅ということでお楽しみいただけましたでしょうか。それでは次回もお楽しみに。さよなら。